皆さんこんにちは、小島かりんです。あの、何かマネージャーさんが、もうマネージャーじゃないわ、なんだか企画をマネージャーさんが用意してくれたらしくて、私は今何も知らずにここに立っています。ほんで急にこういつもみたいなオープニングしてって言われたんですけど、小島かりんですしかいつも言ってないので、ちょっと物足りなさを感じています。はい、一番好きな曲は僕らのユリイカ。何回も聴いてきたやんな。はい、僕らのユリイカ。はい、踊れる？踊れますよ。何？今回の企画は待って、カンペ用意してるんですけど、僕らのユリイカ無音ダンス。じゃあやろう。え、どういうことですか？私はどうしたらいいですか？踊るんですよ、無音で。ただもう何もせずに、はい、今急に一回聞く？いや、まあ聞かなくてもできます。余裕です。なんなら、うん、もう多分過去一を踊ってきたんじゃ、それは嘘かもしれないんですけど、長いその歴を考えた時に、踊ってきた歴を考えた時にユリイカが実は一番踊ってて、本当です。加入前から踊ってたんです。マジマジ。中学校の部活がダンス部で、そこでなんかカンコピ部みたいなしてたんですよ。カンコピダンスみたいな。それでユリイカのね、センターをやってたんです、中学校の時。センター？そう。じゃあもう余裕や。そうだから、もう言うたら7年8年ぐらい踊り続けてきた曲なので、いけます、いけます。最初の、はい、なるほど、最初だけ聴いて、そう、 A メロの途中までは流す。なるほど。あとはもう歌うこともせずに、歌ったらがいけます。うわー、いいですね。私は分かんないですよね、どうなんか完成を見るまで、この動画の
途中なんかサビの最後が分かんなくなりました。あすぐ入ってたっけな、感想とかちょっと急にあそこが心配になりましたけど、なんか出来上がり編集後のやつを見てどれだけずれてるか分かんない。そうだからずれてたらもうそのユリイカの好きと言っちゃいけない、はい、ユリイカ脱退です。脱退いやー1サビまでは自信あります。いや全部です。お願いします。自分を信じてできてますように。バイバーイ。なんか取っときます。できてたようなコメントとできなかった時用のコメント入れます。できてた時バイバイ。やっぱりね、正真正銘僕らのユリイカが一番好きなやつです。できなかった場合でもこれは無音だったからできなかっただけで、普段は完璧に踊ってるので大丈夫です。